2010年に森岡さんが USJ のマーケティング責任者になったんだよね。どうやって倒産寸前の状態から金がないこの現状っていうのをくぐり抜けて投資ゼロで売り上げをずっと上げ続けなければいけないと。その1週間後3月11日に東日本大震災が起こってしまった。3月4月5月の頭園内ガラガラでどうすればいいだろうか、どうしたか。確かにこれね、投資ゼロでできるんだ。とんでもないね。あ、これはうまいわと。USJ を劇的に変えたたった一つの考え方、この森岡剛さん、このおっさんのあまりにもえげつないマーケティング手法の数々で現在の日本のハロウィンのこう混乱具合はあるんだというふうに僕は思ってるんだけどもね、これ本当にすごいよ。面白くて、森岡剛さんの策略に日本人がみんな乗っちゃったやつで、日本人形問題でも今揉めてるよね。 USJ が恐怖の人形の館だったかなんか、そういう手の名前のところに和歌山にある神社でお祓い神社、日本人形預かってお祓いしますっていう神社があるんで、でそういうふうなところから人形を借り受けて、それでお化け屋敷のアトラクション作ったんだってまあ当たり前だけども、スタッフが作る人形じゃなくて日本全国からこの人形怖いから預かってくださいっていうのを集めた神社があって、そこに交渉して借りて、もう貸してくれるのがすごいよねでそれに並べたと、神社側はそんなことに使うとはって言って激怒して取り下げみたいなこと言ってるらしいんだけどもね、そこはね USJ 強いよね。一旦契約であんたらこれ OK したじゃんというようなことで跳ねのけて、普通さ評判を気にするテーマパークとかだったら絶対そこで一回折れるんだけれどもUSJ すごいのは、いやいや折れませんって言ってそのまま今ホラーで公開してるらしいんだけどさ、俺そんな怖いとこ行けないよ。だってさ、普通のお化け屋敷ってのは作ったもんなんだけど、そこだけ本物があるっていうことだからさということでですね、 USJ っていうところはですね、オープンは2001年、俺オープンの時に取材で行ったんだけど、その時はね1100万人ぐらいお客さん来たんだって。1年間で1100万人、かなり多い。しかしその翌年にはねもう1000万人はいきなり切っちゃって、で2009年にはですね700万人ぐらいになっちゃったんだよね、森岡さんが USJ に就職する前の年で。なんでかっていうと、これは関西に住んでる人はみんな知ってると思うんだけども、一時期例えばオープンした時に汚水が入ってて、トイレの水が飲み水に混ざってるという噂が出たんだけど、まあ実際は何かというと、いわゆる人が飲める水と人が飲めない工業用の水っていうのがあるんだけど、ここのパイプが混ざっちゃって、飲んでも害はないんだろうけれども、人が飲む用の水ではないやつが飲み機の方になっていったっていう事故があって、それが色がついてるとかいろんな話があったりとかで、いろんな事故が重なった結果 USJ の評判ってすごい悪くなったんだよね一時期で。700万人ぐらいになったと。でどういうふうにすればいいだろうかということで、2010年に森岡さんが USJ のマーケティング責任者になったんだよね。マーケティング責任者になって、その時の社長からもうお前がとにかく何でもできることをやってくれというふうに言われて、まず最初に何やらなきゃいけないのかというふうなことでフロリダに行ったら、フロリダのユニバーサルスタジオに当時試験的にできたハリーポッターのやつがあったんだよ。でフロリダのやつはね、ハリーポッターのやつってホグワーツ城もあるんだけども、全部それが一番小さい形でテスト版みたいな形なんだよね。つまり世界中のテーマパークにこれを買いませんかというプレゼン用に作られたやつで、それを見てこれを入れれば絶対にユニバーサルジャパンに人が入ると思ったんだけども、その時に導入経費が400億円っていうふうに言われたんだよ。で400億円と、もうね700万人ぐらいになってるところで、そんな400億円なんていう建設費はどこをどうやっても出せないんだよね。でもこれをやらないとユニバーサルスタジオジャパンには将来がないというふうなことで、森岡さんがどうにかしようと思って考えて、で欠点として考えたのが、ユニバーサルスタジオの関係者は誰でも分かったんだけども、家族に弱いと。とにかくユニバーサルスタジオって2010年当時は面白いアトラクションはいろいろあるんだけども、例えばスパイダーマンとかさ、ところが子供が入りたがるそういうアトラクションほど身長制限があって、肝心の子供が入れないっていう本末転倒の場所になっちゃった。それなんでかっていうと、パークを作った時にディズニーランドがあったからなんだよね。ディズニーランドが子供向け家族向けっていうのをアピールしてるから、同じところで戦っても仕方ないだろう。そうじゃなくて、ユニバーサルスタジオ日本に来るからには大人向けのハリウッドもしくはアメリカ映画っていうのを推したような位置づけのテーマパークにしようというふうに考えたんだ。なので子供が楽しめるものが案外少ない。あん中のレストランっていうのは全部アルコールが飲める。それもディズニーランドとの違いというふうに書いたんだよね。なので小さい子供が見れないようなアトラクションが多かったから、家族連れで行ったら割ときつい場所だったんだ。でもう一つ、そのユニバーサルスタジオの困ったところっていうのは、さっきも言ったように400億円なんていう金がね、何よりその赤字の連続でお金がないと。で
家族連れを呼ぶために一応2012年に森岡さんが勤めてから2年後にユニバーサルワンダーランドっていう一応子供向けのアトラクションエリアを作ることは決定してるんだよ。でももうこれにものすごい金がかかって、このために何も予算がない、みんなもうハリーポッターなんて金があるもんかというふうに言われたと。あとはその関西依存体質っていうのかな、ディズニーランドって関西に比べて3倍の人口、それも商用人口と言われるお金を使うお客さんが大体3倍ぐらいいたんだよね。なのでユニバーサルスタジオに対してそんなに投資しても儲からないっていうふうに投資筋、スポンサー筋はみんな考えるんだ。何をやっても人口が3分の1しかいないから、ディズニーランドみたいなでっかいアトラクションやっても人が入らないっていうふうに考えられたんだ。なので3万円の川っていうふうにこの本に書いてあったんだけども、いわゆる大阪に人を来させるためには交通費往復で1人当たり3万円っていうすごいでかい川を渡らせないとダメだ、それぐらいのことをしなきゃダメだ。だから最終的にはハリーポッターのアトラクションを作ればおそらくその3万円の川を渡って日本中からお客さんが来るだろうけども、どうやって倒産寸前の状態から金がないこの現状っていうのをくぐり抜けて400円を貯めて数年後、一応2014年って目標を決めて2014年にそれを立てるのかっていうのが森岡さんの長い戦いになったわけだ。で、全ての資金をこの2012年のいわゆる家族向けのワンダーランドと2014年のハリーポッターに集中させるために2011年と2013年は投資ゼロで売り上げをずっと上げ続けなければいけないと、ここで戦いが始まったわけだよな。まず最初一緒にやったのが映画に特化したテーマパークをやめると、これはねユニバーサルスタジオのこれまでのファンをほとんど全否定するようなものになっちゃうわけだ。と同時にスタッフもそういうユニバーサルスタジオが好きで入ってきたのが多いので、もうみんながみんな本当にマジで反対したんだってこの映画に特化したテーマパークをやめると。ところがそれに対してのこの森岡さんが説得した資料というのは何かっていうと、外出エンタメ、つまり外に出て何かお金を使うエンタメのお金、例えばコンサートに行くとかさ、あと友達と一緒に飲みに行くとかさ、まあ、今回で言えばこういうふうにちょっとコスプレして外に出るというようなやつの普通の人がお金を使う中で、テーマパークというよりは映画に使うお金が何割あるのかというふうにマーケティングで出したんだって。そしたら当たり前なんだけども、日本人が平均で使う外出の時のエンタメの費用の中で映画っていうのは1割も満たなかったと、まあ、そうだよね、俺らだって映画っていうのは例えばその DVD を買うとかさ、 Hulu とか Netflix みたいなものに登録して払うお金っていうのを含めたとしても、全日本人の中でそういうエンターテインメントの中で支払うお金になってみれば確かに 10% いけば上等だよね。中には自分の中の余ってるお金の半分ぐらいを DVD で買う人もいるかもわかんない、いわゆる円盤買う人いるかもわかんないんだけど、でも大部分の人が円盤買わなくなって DVD 買わなくなって無料の YouTube とかニコ動とかで見るようになったっていうのが今のアニメ界の現状じゃん。なので映画に特化したテーマパークっていうのは実は映画館に行ってる人が日本人の中ですごく少ない現状の中で映画に特化したテーマパーク、それやるぐらいだったらゲームとかアニメとか漫画とか音楽、つまりコンサートの方にみんな行ってるし、ゲーム買ってるし、漫画だったら買ってるし、そっちの方にお金使ってるんだから、そっちの方にテーマパークやった方がマシじゃないか。これが後にそのユニバーサルクールジャパン構想というやつにつながってくるわけだね。ユニバーサルスタジオの中で進撃の巨人とかさ、キャリーパンパンとかさ、あとワンピースとかそういうのやってるでしょ。あれはなんでかっていうと、映画人口をターゲットにしたものにするよりは漫画とかそっちの方がよっぽどか人口が多いっていう風な計算から来てるんだよ。で、映画に特化したテーマパークから今のね、ユニバーサルのキャッチフレーズっていうのは 4,5 年ぐらい前から世界最高をお届けしたいっていうのに変わってるんだ。つまり世界最高のエンターテインメントだったら、もうスヌーピーでもキティちゃんでもワンピースでも進撃の巨人でも何でもありですになったんだ。ただしそれで遊べるものとしては一番面白いものを出しましょうっていうセレクトショップ構想になっていってるんだ。で、何をやるにしてもお金がないと。とりあえずワンピースの権利だけは取れたので、この森岡さんが就職した2010年の1年後、2011年ってユニバーサルスタジオの10周年だったんだって。で、10周年の3月3日からワンピースの権利取れたので、まあ出足好調で、よしこれで10周年企画なんとかなる、今年1年この調子で増やしていけばなんとかなるだろうなと思ってたら、2010年の3月3日にワンピース始めたのに、その1週間後3月11日に東日本大震災が起こってしまった。
で、日本全国一斉に自粛モード。もちろん東日本大震災で大変なことになったんだけど、それもあるんだけども、日本全国が自粛ムードでどっかに行って遊ぶなんて後ろめたい。震災で大変な人があんなにいるのに、自分たちが遊びに行ってハッピーな顔をするなんて、これはっていうことで、あのディズニーランドですらテレビ CM を中止したっていう事態になっちゃったんだよね。それで不謹慎だというふうな声もあったのかもわかんないけど、一斉に止まっちゃったと。おかげでせっかくワンピースの権利取れて、で2011年は10周年っていうふうなことでキャンペーン張ってやっていこうと思ってたのに、3月4月5月の頭園内ガラガラで、予約してた人までが自粛ムードでそんなことやってる場合じゃないよというふうなことでキャンセルが相次いだと。もうどうすればいいだろうか、どうしたか。ヒントはですね、橋本徹知事というなんだけど、みんなわかるかなこの地獄の自粛ムードの中で、なんとかユニバーサルスタジオに人を来させなければいけない。予算も何もない。何も新しいこと始められない。どうしたのか。USJ に行くこと自体を自己肯定できるアイデアが必要だということで、関西から日本を元気にしよう、関西の子供を無料で招待というキャンペーンを始めたんだ。これ何かというと、大人1人当たり子供1人を無料で USJ に入れますというキャンペーンやって、社内からもちろんね大反対だよっていうのは、今経営が苦しいのに子供をタダにして、そのキャンペーンが終わったらまた子供が来なくなるぞ、客が来なくなるぞというふうにも言われたし、まあ安くする、関西から日本を元気するっていうコンセプトはわかるんだけど、確かにこれね、投資ゼロでできるんだ、収入が減るだけだからね、投資ゼロでできるんだけど、ゼロにしなくていいんじゃないか、子供半額でどうだっていうふうなことで社内でうわーというふうに言われたんだけども、まあこの森岡さんはとりあえず今の自粛ムードの流れを変えて、子供を USJ に連れて行って、子供から笑顔にして、その笑顔を大人が見て元気になるというような、こういう流れ自体を変えないともうどうしようもない。1円も設備投資できないんだから、今できることは何かっていうと、園内に人が来る状態を作っといて賑やかな雰囲気を作るしかないっていう、本当にマイナスになったんだから、せめてゼロに戻そうって考えたね。それのおかげでゴールデンウィークからものすごい爆発して、でこれ橋本徹さんのヒントって言ったら何かって、もともとは橋本さんが知事時代、大阪知事時代に、例えば大阪府の子ども全員無料で USJ に招待できませんかっていうふうなことを、まあ、なんかこう懇談会に行ったことがあるんだって。でそれで、いやその時、いやそれは無理ですとか、できればいいですねって話で、その時はできればいいですねって言いながら全然やる気なかったんだけども、あのアイデアもらおうと、子供はタダっていうふうなことにした瞬間に、タダが理由なんだけど、なんかその子供自粛ムードで子供までが辛い感じにいるのはかわいそうじゃないかというふうな形で持っていったのが、まあ、これが大ヒットして、とりあえず夏までこれで人が増えたんだって。で確かに子供ゼロなんだけども、子供入場ゼロ円といっても、子供は中で飯食うし、ドリンク飲むし、お土産買うしだから、実は売上自体そんなめちゃくちゃ下がらなかったんだよね。これ辺がなんか面白いやり方でも足りない。その春の自粛の東日本大震災と自粛ムードのおかげで失ったのが数十万人規模の集客というふうに言われてるんだ。でこれをどうやって取り返すか、取り返さないと、まあ10周年は間違いなく失敗してしまうということで、夏は一応ワンピースがあったから、夏休みはなんとかそのワンピース準備できたからいけたと。冬はクリスマスが待ってるから、まあこれで集客なんとかできるだろうと。秋どうにかならないのか。というふうなことで、まあ、今日のテーマのハロウィンにつながって、やっとつながってきたわけだよね。それまでも実はそのハロウィンパレードっていうのは USJ はやってたんだって。でもそれは昼間のパレードで、昼間に USJ のパレードをやることによる集客っていうのはせいぜい7万人ぐらいだった。つまり7万人ハロウィンパレードやってることで観客増えたんだけども、到底そんな7万人ぐらいでは、そのハロウィンパレードさ、パレードっていうからさ、一応いろんな服を着て特別の飾りとかをつけた自動車とかを用意してゴワーッと動かさなきゃいけないじゃん。かなり経費かかるんだよ。でそれで7万人しか増えないから、正直言って赤字のイベントだったんだって。でこれね、新しいイベントにして、この7万人を14万人にすると、まあ黒字になる。どうにかこれできないのかということで、森岡さんが考えたのが、10月っていうのは何なのか、そもそもハロウィンはどうでもいいと、10月一番伸ばせる伸びしろ何なのかと考えてみれば、テーマパークって10月って涼しいし気候がいいし、もっと客がいてもいいはずなんだけども、夏休みほど家族旅行のイメージないし、クリスマスみたいにカップルで来るイメージもないと、春休みみたいになんかこう新学期が始まってみんなで旅行しようって、そんなこともないから、気候自体はいいのに売り上げが落ち込んでる時期なんだって。
でも大学っていうのは大体の大学は試験が終わって休みだから人来るはずなのにどうやって来させればいいだろうってことで森岡さんがガーッとターゲット絞っていったんだって。とりあえずみんなに来てくださいとか家族で来てくださいとかそういうようなことを言っても無駄だと。誰をターゲットにしようかということでマーケティングした結果女性っていうふうになったんだ。恋愛映画ってさ女性女の人が行くじゃん。あれ秋に多いよね。あのほら大体夏の SF 映画のブームが終わってから最近まで君の名は以外の映画ってまあしょうもない映画が多かったじゃん正直言って。でこれ何かっていうと6月と10月っていうのはあんまり当たらない映画が多いんだよ。当たらない映画っていうのはなんだけど、まあ、10月11月ってのは恋愛映画入れるんだ。今で言うとブリジット・ジョーンズの日記のまあ第3弾だよね。あれ何かっていうと秋は女が寂しくなる季節っていうのがマーケティング業界では定説なんだって。特に独身女性がすごい寂しさを感じると、いわゆるクリスマスが近づいてきてなんかだん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 焦ってきて夏なんか友達同士と騒いだんだけどそれも終わってしまってっていうふうなことで秋は女が寂しいよ。これマーケティング業界の定説で、森岡さんが考えたのが独身の女の人がストレス解消で叫ばせるようなイベントにすればいいんじゃないかと。そういうふうにして USJ に叫びに行きましょうみたいなキャンペーンで完全に独身女性にターゲットを絞ったのを考えた。それでそのハロウィンパレードでお客さんを怖がらせる叫ばせるイベントっていうのを考えたんだけども、その時に使ったのがねあのシンボルキャラクターでベッキー、その当時のベッキーだよね。ベッキー用意してベッキーが怖いけど面白いっていうセリフを言わせてそれで USJ に女の人を集めるのに成功させたんだよ。でこれがね大成功というかね、何がうまいのかって結局コスプレしてゾンビの格好をしてで USJ に集まりましょうというふうなことがこれ2011年から始まったんだけどさ、客が客を怖がらせるんだよね。これも投資金額ゼロなんだよ。一応ねユニバーサル側では怖いゾンビっていうのは仕込んでるんだけども、それは昼間のパレードであまり働かなかったやつをゾンビメイクにしてやってるだけなのでもうほとんどバイトも増やしてないんだよね。でそれより何よりも客が怖い格好してきてくれるからあとは園内の電気を暗くすればいいだけっていうとんでもないね。あこれはうまいわと。そこでもう一つ何年後かから始めたのがこれなんだけども、これ知ってるかな、よいしょ、これねゾンビの餌食っていうやつなんだよ。ユニバーサルスタジオで売ってるんだけれどもこれ1個2000円なんだ。でこれをかけてるとゾンビが重点的に襲ってくれるっていうやつで、すごいよね。遊園地でお化け屋敷で襲ってもらうのに広い会場でゾンビがいるんだけれども襲ってほしい人はこれをかけてると、例えば5人ぐらいのグループで来て1人かけてるとこれを襲われるからこれを順番にかけたりもできるし人になんか貸すこともできるし、でこれ今年のやつからは改良品でここの上に赤いライトがついてんだけどさ、ゾンビが近づくとこれがピカピカ光り出すらしいんだよ。でこれが毎年変わる。去年はでっかい真っ赤な心臓で、一昨年はでっかい目玉だったんだけど、これ毎年毎年変わるんだよ。これをね、みんなに見せようと思って、俺は昨日、ユニバーサルスタジオに入らずに、入り口まで行って、入り口に売店あるんだよ。中に入ったらさ、7000何百円かかるじゃん。で、行ったら、もうこの2000円がさ、すでにさ、1300円値下がりしてたから、今だと思って、ガッと買って帰ってきたの。みんな今更スタジオにガンガン入ってるというか出てて楽しそうなところ、俺シューッと売店に行ってこれだけ買ってシュッと帰るって自分自身ちょっと俺かっこいいなっていうふうに思ったんだけど、これのおかげで客が客を怖がらせる、あと思いっきり叫べる、怖いから面白いと、このコンセプトで昼間ものすごい金をかけたパレードで7万人の集客だったのが倍の14万人ぐらいいけるかなと思ったら、このゾンビのやつが始まった瞬間に自分からメイクした客が膨大に集まり出して、ユニバーサルスタジオ駅は人の出入りができないほどの混雑になって、結果的にね40万人入ったんだって。40万人という数字がどれぐらいなのかっていうと、スパイダーマンザ 4D ライドっていうめちゃくちゃ金かけたアトラクションがあるんだけど、あれの年間集客が40万人だって。1年間でスパイダーマンのすごい金かけた世界最新のアトラクションが1年かけてかかる集客をその6分の1の2ヶ月間で予算ゼロで40万人達成して、よっしゃーっていうふうにもう本当に森岡さんマジでその時は叫んで、あまりに嬉しくてブログにそれを書いて社員全員に嫁と強要したそうなんだけども、それぐらいねやった感が
あったんだってさ。やっぱ面白いのは2000円払って襲ってもらう権利をね買わせるということで、実はこれ何かっていうと、ゾンビみたいなのやったら必ずねお客さんから苦情が来るんだよね。それは何かっていうと、襲ってもらえなかったとかさ、ゾンビどこにもいなかったみたいなものがあるんだけども、こういう有料のものを一つ入れることによって、もちろん何でも金だなっていう感覚はあるんだけども、あれを買ってれば襲ってもらえたんだな、襲ってもらえなかったのはあれを買ってなかったからだみたいな言い訳ができて、いわゆる公平感、平等じゃないんだよ。平等にみんなを襲うんじゃなくて、襲ってほしい人はこれかけてくださいっていう風なもので、公平感が出たっていうのがね、俺このうまいところだと思うんだ。でそれ以外は客同士が、まあ、お互い脅かし合えばいいわけだからさそういう方法もあってですね、その辺が面白かったよな。でこのゾンビの季節が終わって冬になったら、世界最大のクリスマスツリーっていうのを作ったんだ。これも言っちゃえばさ、世界で一番高いクリスマスツリーっていうのをギネスで調べて、それより1メートル高ければいいだけだから、実はお金ほとんどかかってないんだよね。なのでもう森岡さん最初から考えていて、初っ端からギネスに認定する気満々でクリスマスツリーを本当にギネスでなんとかギリギリ世界一になるサイズのやつを作って、世界一のクリスマスツリーって言ったら、これで客来るわけだ。これで2011年なんとか集客が前年度に比べてアップして、だって春にいわゆる70万人っていう東日本大震災のものすごいへこみがあったのを全部夏秋冬でリカバーして2012年につないだ。で2012年ついに、まあ、ワンダーランド完成だよね。もう家族連れに弱い USJ というふうに言われなくなったと。で2012年はハロウィンももう一回やって大成功だよね。クリスマスも大成功。2010年には確かねクリスマスツリーも電飾いっぱいつけて、高さではねやっぱあっという間に抜かれるんだって。だからねギネスの記録ってさ、何が難しいかって、高さで世界一になったら翌年必ず抜かれるんだ。そうすると世界一のクリスマスツリーって言えないじゃん。でも森岡さんもうそれ最初から考えていて、今年は高さで世界一で、来年はちょっとお金余ったらここに LED ライトを余分目につけたら、確かねあれ50万個ぐらいつけたんだよね余分目につけたらまたこれ電飾数で世界一っていうふうに言えるから次々と世界一っていうふうに言ったと。しかし2012年はユニバーサルワンダーランドでなんとかさ答えたんだけども、最大の問題は2013年なんだよ。2013年ってさ何かなっていうと、実は1983年に東京の浦安に、今は舞浜って言ってるけどさ、東京ディズニーランドができたんだよね。なので2013年っていうのはディズニーランドが30周年のキャンペーンをもう1年以上前からガンガン打っていきやがるんで、でこれはもう USJ の売り上げは下がるしかないわけだよね。で翌年の2014年まで持ちこたえれば、2014年にはハリーポッターランドができるんだよ。でも2013年はディズニーランドが大宣伝攻撃をかけると。おまけに2014年にはハリーポッターがあるということは、じゃあ今年行くのやめとこうかっていう行き控えっていうのが発生するんだよね。さあどうしようと。2013年地獄の年だよ。とにかく予算がゼロ、完全にゼロだって。来年のハリーポッターのために全て使わなきゃいけない。おまけにハリーポッターフロリダで聞いた時は400億円って聞いてたのに450億円に行くのわりか膨らんでたんだって450億円あと50億かかると。で来年ハリーポッターありますよって宣伝すればするほど、じゃあ来年行くわというふうに言われてしまう。で向こうの東京ディズニーランドの方は2013年は30周年パレードです、こんなこともありますあんなこともありますっていう、もうユニバーサルスタジオの10倍では効かない予算で大宣伝かけてくるとどうすればいいのかと。ヒントはですね、9時間40分森岡さんね、ある日もうついにねもうオカルトになってるんだけど、夢を見たそうだよ夢を見てそこでジェットコースターが逆に動いてる夢を見たんだって。でこれだと思ってて、ハリウッド・ザ・ドリームっていうねユニバーサルの中には、まあ、人間のジェットコースターがあるんだけども、あれ逆に走らせればどうなんのと。でそれだったら経費ゼロでだって今あるジェットコースター逆回しするだけだからさ、経費ゼロで新しいアトラクション出るんじゃん、できるんじゃんっていうふうに思ったんだって。でそれ会社で聞いてみたら、技術陣が大反対、大反対で、なんでかって安全性が確認できないとか、そんなことしたら申請するときにジェットコースターってこういうふうに走るからということで申請してるのに、逆向きだったら申請やり直しになるというふうに言われて、もう森岡さん激怒して、安全性が確認できないと安全性を確認しろよと、もう一回申請になるともう一回申請しろよというふうにして、社内大反対押し切って、で結局可能だったんだって。安全性の確認
あのね、もともとハリウッド・ザ・ライドって過剰な安全性があったから、逆向きに走らせても全然問題がないと。で、おまけに、いや、それはもう一回役所に申請しなきゃいけないって、もう一回申請したらスッと通っちゃったんだって。なので、全然問題なくハリウッド・ザ・ライドの逆向き運転ができるようになった。で、車両1台だけ作って、で、それ逆向き運転させたら、これが大ヒットしてさ、日本のアトラクションでの待ち時間新記録っていうのができて、大ヒットして、待ち時間が9時間40分なんだって。すげえよね。朝一番に並んで夜乗れるっていう状態。そこまでの大ヒットをしたというふうなことで、これがまた宣伝になって、うわーっと客が集まるようになったんだよね。で、2013年もこの全然金をかけない、なのに絶叫アトラクションが丸々一個できた。で、夏はワンピースまたやって、で、秋はハロウィンまたやって、冬はまたクリスマスやったというふうなことで、また成績が、集客人数がどん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 上がっていって、ついに2014年ハリーポッターランドオープンだよね。で、2014年のハリーポッターで、これでまあ客がガーッと来たんだけども、2015年、さらになんかこの人変なこと考えて、1月と2月はテーマパークというのが最も売り上げが下がる年なんだって。っていうのは、テーマパークの中心は子連れ層じゃん。子供連れてる家族にしてみたら、そんな寒い時期に家族で旅行したくないというふうなことで、世界中どこでもというのは極端な言い方だけども、大体北半球の国っていうのは1月2月外出控えるんだって。で、例外はあって、例外何かっていうと、中国人。中国の旧正月っていうのがあってさ、この時は1月の末ぐらいなんだけど、この時ね、中国人ってものすごい海外出かけるんだ。このインバウンド収入って言われる中国のお客さんが、なんとか取れれば、今のところそのユニバーサルスタジオってどんどん人が入るようになってんだけど、1月の後半から2月だけゴボッとへこむんだよ。これなんとかできないのかっていうふうなことで、クールジャパンっていうのを始めた。これもこの森岡さんがやったやつなんだけど、ユニバーサルクールジャパンっていうのはさ、2015年、いわゆるハリーポッターランドの次の年から始まったんだけども、誰がじゃあ冬寒い時に動くのか。それはコミケに並ぶようなやつなんだよな。なので、分かったと。あのコミケに並ぶようなやつ用のイベントを1月の一番人間が動かない時期にやろうと。そうしたら中国のやつらもあれ来るよと。だって中国人とか香港の人あれ好きなんだもんというふうなことでやって。だから、あのユニバーサルのクールジャパンと言われる、いわゆるアニメとかゲーム系のやつって、俺たち向けのやつって、1月のお正月過ぎて人が少なくなる頃から始まるんだよね。なんかね、今年すごいよね。寒い時期に動かない家族層諦めて、寒くてもスキーに行くような若者層とかオタク層とか、あと中国のお金持ちとかを狙ったイベントとしてクールジャパンということで、2015年にエヴァンゲリオン、進撃の巨人、モンスターハンター、バイオハザードと4作品で始まって、で、2016年、いやこれにキャリーパイパイも入ったんだよね。そこまでやったんで、2015年の10月、去年の10月、いわゆるハロウィンの時期、ついにねユニバーサルスタジオ東京ディズニーランド追い抜いちゃったんだって。1ヶ月でね175万人か。この1ヶ月で175万人っていう数は東京ディズニーランドより多くて、なおかつさっきも言ったように3倍の人口を要する関東に比べて3分の1しかいない関西圏の人口の中で勝ったということで、まあこの瞬間ユニバーサルスタジオは日本一のテーマパークになったというですね、話なんだよね。